思ってたんだけど、萌歌さんって綺麗な人だよね。スタイルも抜群だし、背も高いし。コスプレさせたら映えそうだな。な、に、お前、マイカのことを知っているのか？知ってるよ。なぜ知っている？ダルは、あの女のことを覚えているのか？キリュウ氏なら、前にラボで挨拶した罠。そろフェリスちゃんのお家に行かないとね。きっと待ちくたびれてるよ。時にマユリ、フェイリスの本名は何て言うんだ？ちょ、バッカ、オカリ何言ってんだ。フェイリスタンの本名はフェイリスニャンニャンショー。それ以上でも以下でもないじゃん。現実逃避はよせ、ダル。フェイリスニャンニャンは所詮源氏など。うわ、最悪っすよ。なんで純真な男たちの夢を壊そうとするかな。でもいる。どうなの？知らないの？
ーシーが教えちゃってもいいのかな。特に口止めされているわけでもないんだろう。それにこれから自宅に行けばすぐにわかることだぞ。あ、そっか、そうだよね。その代わりね、他の人には内緒だよ。例えばメイクインに来るご主人様たちとか。秋葉か。ちょ、マジで？超高級マンションだと？住所聞き間違えたか？まさかフェイリスは機関の手に落ちたのか？怪しげな黒服連中に命じられるまま俺を組織の網の中へと呼び寄せ一網打尽にするつもりだな。妄想を打つ。事実は小説より奇なり。それにあのフェイリスタンの素顔が実は金持ちのお嬢様だったとか。うはぁ、超燃える展開じゃね。お前こそ妄想オツだな。とりあえず入ってみようよ。リアル羊さんだ。
お嬢様、法院京馬様とそのお友達の皆様がお越しです。黒木、ありがとにゃ。マユシーとダルニャも来たのかな。フェリスちゃん、こんにちにゃんにゃん。むほ、フェリスさんの私服姿とか、かわいすぐる。マイリとダルは勝手についてきた。迷惑なようなら帰らせる。構わないにゃ。みんな、ようこそいらっしゃいませにゃ。というか、自宅でもその語尾は変わらないのか。あくまでとぼける気か、アキファルミア。フェイリスはフェイリスにゃ。しかしこの家は一体どういうことだ。秋葉の一等地の超高級マンションとは。フェイリス、お前一体何者だ。だからフェイリスはフェイリスにゃ。とぼけるな。ちゃんと説明しないならば帰らせてもらう。
なんという偉そうな態度。僕たちってフェイリスタンにお願いしに来た立場じゃなかった？ふにゃー。じゃあもうちょっとだけ詳しく話すと、この辺の土地はもともとうちのものだったのにゃ。はあ、アキハという姓、まさか秋葉原の代々の大地主の名だとでも言うのか。ちなみにフェイリスは秋葉の都市開発計画にも結構な発言力を持ってるにゃ。秋葉の各ショップに萌え文化を積極的に導入するようお願いしたのは他ならぬフェイリスなのにゃ。わー、すごい。フェイリスは子供の頃からそういう会議に出たりしてるのにゃ。でもでも、今の話は内緒にしといてほしいにゃ。なぜだ？知りたいのかにゃ？それは。フェイリスだからにゃ。というわけで、みんなにはこれまで通りフェイリスラブの大ファンとして接してほしいにゃ。
接します。全力で接します。マユシーもね、フェリスちゃんのファンだよ。フェリスちゃんのメイドさん魂はとってもすごいんだもん。憧れちゃうよ。俺はフェイリスラブなどではない。あまり調子に乗らないでもらおうか、フェイリスニャンニャン。でなければこの高級マンション全体が血に染まることになるぞ。家にわざわざ呼びつけて自らのセレブっぷりを見せつけ、この俺との交渉において精神的優位に立とうとしたのだろうが無駄なこと。なぜなら俺は狂気のマッドサイエンティスト、ホーイン・キョーマだからだ。理由になってね。自分を貫き通す人って素敵にゃん。なんだと？正直なこと言うと、あんまりフェイリスのこと話したくなかったにゃ。これまでいろんな人と会ったけど、アキハの跡取りって話すとみんなフェイリスをフェイリスとして見てくれなくなるのにゃ。フェイリスとアキハルミホは分けてみてほしいのにゃ。分けるも何も、お前はすでにフェイリスニャンニャンとして確立しているではないか。にゃ。その点については全面的に同意するぜ、オカリン。ニャンニャン語を話し猫耳をつけている時点でそこにいるのはフェイリスタンだ。意識しすぎているのはお前の方だということだ、フェイリス。そうなのかニャ。お前は自意識過剰なのだ。俺にとってお前はどこまで行っても勝てる気がしない猫耳メイドでしかない。にゃ、ありがとにゃ、今日も。
それでフェイリスよ、 IBN5100 を探す代わりにお前が要求する交換条件とは一体何だ。よく吟味して条件を出すことだな。俺の右手は一度解き放たれるとあらゆるものを破壊し、後には何も残らないとだけ言っておく。大丈夫にゃ。この猫耳にはあらゆる能力を完全無効化するニャンニャンクリアーという力が備わっているのにゃ。強魔の力が暴走したときはフェイリスがきっと止めてみせるにゃ。さてさて、それでは発表するにゃ。フェイリスからの条件は、タイムマシンを使わせてほしいにゃ。昨日メイクインで強魔たちが話してたにゃ、タイムマシンを開発したって。いかにも、俺たちは人類史上初のタイムマシン実験に成功済みだ。だから人類史上初はセルンだっつの。だが勘違いするな。タイムマシンとは言っても机の引き出しを搭乗口にしている青い猫専用の4畳半タイムマシンほど万能ではない。俺たちが成功したのは、過去の誰かの携帯に18文字までのメールを送れるというレベルだ。ただし、これだけでもノーベル物理学賞ものであり、人類の歴史を塗り替える超絶スーパーな発明だがな。それってとってもすごいにゃ。ぜひフェイリスにも使わせてほしいにゃ。タイムマシンは我がラボにおける最重要機密事項だ。どうしても使いたいというならば、
ラボ面になってもらう必要があるが。ラボ面って何かにゃ。あのね、マユシーたちのサークルの仲間になるっていうことだよ。マユシー的にはね、フェリスちゃんがラボ面になってくれるのはとっても嬉しいな。右に同じく。というか、大、ガン、ゲイ。ぜひ入ってください。お願いします。どうすればラボ面になれるにゃ？契約書などは存在しない。必要なのは、そう、契約者同士による血の盟約のみ。血の盟約。何時、フェイリスニャンニャンよ。いにしえより、ハイエンシェントワードにて語り継がれる法典に従い、ラボ面へと加わることを望むのならば。その肉、その骨、その血を、天の杯へと捧げることを誓い、盟約という名の洗礼を受けよ。さすれば古代の神はそれに応え、何時にラボ面ナンバーを授けるだろう。何を言ってるのかさっぱりわかんねえ。マユシー、しょんぼりしなくてもオッケー。これはオカリンのいつもの癖なのだぜ。そっか、いつもの癖なら仕方ないね。でもよかった。わかったにゃ、血の盟約受けるにゃ。ペーパーナイフっしょ。にゃはは、ダルニャの言う通りにゃ。では、フェイリス、
お前をラボメンナンバー007に認定する。はいにゃ、これでタイムマシン使えるのにゃ。ああ、そういうことになる。ただし他言無用だ。裏切者には死を。それが我がラボの掟だと覚えておけ。そうだったんだ。だからオカリンのこの場だけの思いつきだって。オカリン、てめえ、僕も電話レンジ作ったのに。そうなのにゃ。じゃあダルニャンも。オカリン、オカリン、フェリスちゃんが喜んでくれてよかったね。マユリ、お前は実に無邪気だな。俺だ。ああ、フェイリスはまんまと俺の思惑にはまったよ。所詮17歳の小娘ということだ。あの猫娘は俺との交換条件によって人類の夢、禁断の果実であるタイムマシンを使うという欲望を満たしたつもりでいるが、この包囲鏡魔の手のひらの上で踊らされていることに気づいていない。俺が猫娘との条件を受けた理由だと。そんなもの決まっているだろう。すなわち、あの猫娘は実験台なのだ。何？外道？とはひどい言い草だな。あながち間違ってはいないがね。つまりフェイリスは俺たちを利用したつもりでいて。
実は逆に飛んで火にいる夏の虫状態だったというわけだ。では予定通りに次の実験に移行する。すべてはシュタインズゲートの選択だ。エルプサイコングル。もう今誰と電話してたにゃ。気づくのが遅かったな、フェイリスニャンニャン。すでに血の盟約はなされた。契約を破ればお前という人間には破滅が訪れるだろう。もう逃げることはかなわんぞ。オーケーにゃ。でタイムマシンはどこにあるのにゃ。タイムマシン、正確には電話レンジカッコ仮と呼ぶが、それは我がラボにある。ということはね、8万6000秒も動かし続けないとダメなの？電話レンジちゃん疲れちゃうんじゃないかな。いや、実際にその秒数を動かすわけではない。放電現象が起きた時点で送れば過去へは届くのだ。ゆえにバタフライ効果により残りの秒数についてはキャンセルされるはず。ハロー。俺だ。そちらの状況を伝えろ。あの、切りやがった。
そりゃあ切られるっしょ。オカリンの電話の仕方に対応できるのは多分僕とマユシぐらいじゃね。ハロー。おお、隠居魔だ。無言で切るな。なんだ岡部か。てっきりいたずら電話だと思った。こっちの番号は表示されているだろう。いきなり意味不明なこと言われたら怖くなって切るわよ。それはつまり、この俺、鳳凰院教魔の狂気ぶりに威風を覚えたというわけだな。それなら仕方な。あいつまた切った、また切ったぞ。だからオカリンの電話に対応するスキルは僕とマユシしか持ってないと何度言えば。ハロー。あの岡部凛太郎ですけど、電話レンジカッコ仮の設定を少しいじってほしいんです。初めからそう言えばいいのよ。でも電話レンジ使うの？ブラウン管工房の店長さんに怒られるのは嫌なんだけど。これは貴重な実験のためなのだ。わかるか助手よ。お前がミスター・ブラウンに怒られる。ただそれだけの犠牲により、タイムマシンという人類の夢は完成を見るのだ。本当、あんたって適当よね。で、どう設定すればいいんだ？はい、入力したわよ。よし、ご苦労。少し待て。送る文章は書き終わったか？どんな内容だ？過去を変えるものなのだろう？それはその、恥ずかしいにゃ。企業秘密だにゃ。秘密だと？ふざけるな。これは実験だ。内容を公開してもらわねばデータを検証できないではないか。何言ってるにゃ。これは実験じゃなくて交換条件だにゃ。フェイリスは実験のためじゃなくて自分のためにタイムマシンを使うのにゃ。オカリンも人のこと言えないけん。
ちょっと岡部、いつまで待たせんのよ。オカリン、あのね、きっとプライベートな内容だから詮索するのは良くないと思うんだ。切るぞ。待て。わかった。電話レンジカッコ借りよう。起動だ。放電現象始まった。ポチッとにゃっ。